2015年も残すところ1週間前となりました。商店街だけでなく、私たちも年末総決算を心の中で行う時期かもしれません。中学、高校への進学、新しい仲間との出会い、聖書や英会話、物理やフランス語、韓国語、新しい教科との出会い、海外研修や修学旅行、キャンパス見学や大学入試、新しいチャレンジに満ちた学校生活、恵まれた私たちのスクールライフを感謝する1年になったことは本当ですが、一方で恐ろしさと悲しさで心震える出来事がありました。 IS イスラミックステートによるテロ事件が世界を脅かしています。11月に起きたフランスでの同時多発テロの事件では、今も私たちの心に悲しみの影を落としています。憎しみを憎しみで返そうとする各国の動きと、それに同調するかのような日本の政治の動き、安保法案の可決と相まって、この国もどんどん戦争へ。それはすなわち私の家族が戦闘に加わり、私の住む土地が戦場になるということですが、それでも戦争へ傾きつつあるようです。憎しみを憎しみで返すことを選ばないという選択があるのだということを示してくれた一人のフランス人。